山田睦巳の続々長崎おもしろよもやま話。ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ、今回も長崎おもしろそう第2巻四段切り抜き帳第1巻島内八郎メモアールに続き、長崎に関する書籍では定評のある長崎文献社のご協力により、すでに絶版となって久しい故森永種男著作長崎おもしろそう第3巻ハンカチョウの世界をご提供いただき、その中から一部抜粋し、続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします。読み手は歌の種でありたい山田睦巳です。第41話、長崎御用書き留め、長崎村、中編、長崎村の記録、行き倒れのたらい回し。元長崎栄町人別の文五郎が四国を遍路に出た途中、筑前倉手郡鶴田村で病気になった。村で面倒を見て医者にかけたり薬を飲ませたりした。本人は郷里へ帰りたいと言ったが、一銭の蓄えもない。やむなく村で世話して、宿から宿へ継ぎ送るように手配し、文五郎はどうやら長崎村までたどり着いた。庄屋の森田貞六は継ぎ送りの書き付けを添えて、人別のある栄町まで届けた。すると、栄町大人の中尾田次郎は、文五郎は中追放の処分を受けた前科者で、すでに栄町から人別よけになっているからと言って、また長崎村に送り返してきた。貞六は困り果てて、文五郎を元の鶴田村に返すべきかどうか代官の高木作右衛門に尋ねた。代官もはっきりとした判断ができず、奉行所に伺った上、文五郎を市中盗賊型大人に引き渡すことにした。文化4年11月、なお長崎村は開港前の旧長崎にあたる地域となり、長崎代官の支配下にありました。町役人と村役人、代官支配下の者が長崎市中で喧嘩口論をしたり変死などをした場合は、その町の町役人は一応村役人に連絡した上で長崎奉行所に届けるのが例であった。そして奉行所から検死が出されるときは、村役人はもちろん代官からも立ち会いのものを差し出すことになっていた。ところが長崎村人別で椛島に居住している吉次が市中で朝着にあった、つまり寄ってたかって殴られたとき、町役人は村役人の方へ何の連絡もせずに置き、その吉次の容態が急変したために奉行所へ届け出さねばならなくなり、その時になって慌てて村役人に知らせた。そのため村役人から代官への届け出も遅れてしまった。こんな風に町役人たちが代官所を軽視する傾向があるのを代官は不満に思い、町役人に対して決まったことは確実に履行するよう十分に戒めてほしいと奉行所に要望した。文化14年7月、世間史。諫早藩の蔵屋敷詰めの聞き役、つまり留守役から長崎代官に対して、諫早領のうち田由井村の重次郎が氷見峠の茶屋鶴松方で無頼の5人の者から衣類銭などを強奪された、以来かかることがないように十分の吟味方願うと厳しい掛け合いがあった。代官が留守中のため、手付けの小比嘉新八がその話を聞き、関係者を呼んで吟味した。本郷地郷の岩太郎は、張り打ちをなりわいにしていた。10月26日、氷見村に診察に行く途中、峠の茶屋の鶴松のところによると、八幡町の亀吉や、
元高野町の種次郎など世間師といわれる連中が4人休んでいた。そこへ田由井村の重次郎が通りかかり、軽く岩太郎へ会釈して立ち去ろうとした。岩太郎はこの重次郎をよく知っていた。いつか岩太郎はこの重次郎の家に厄介になったことがあった。その時重次郎が少し加減が悪いというので、腕に覚えのある針で治療してやり、宿寮のお礼代わりとして病気の薬方書などを与えたことがあったのである。その後重次郎はその薬方書で習い覚えたものらしく、うちうち売薬渡世を始めているという噂があった。そうした関係がありながら、時々行き合うことがあっても、そ知らぬ顔で行き過ぎようとする水臭い重次郎の態度が岩太郎には心外であった。そんないきさつを岩太郎から聞いた種次郎は、離れていく重次郎を茶屋に呼び戻した。売薬渡世をする以上、これという親分がいるに相違ない、親分は誰かと問いただした。岩太郎も、一泊の恩義もあることだ、お前の方から頭を下げれば針治療弟子の書きつけをやってもいい、そうすれば大手を振って売薬渡世もできるんだと言った。しかし重次郎は絶対に売薬渡世はしていないと言い張った。亀吉たちが無理やりに重次郎の荷を開けてみると、やっぱりいくらかの薬種類が出てきた。亀吉は証拠に預かっておくと、その荷を取り上げ、どうしても欲しいなら代わりに一両出せと言った。重次郎はそんな金子の持ち合わせはなく、茶屋の鶴吉にすがって仲介を頼み、一貫門を借りて亀吉に渡した。それでも亀吉はなお意地悪く、一貫門は取り上げながら、これでは足らん、もう一部持ってきた時返してやろうと、その2は戻さなかった。亀吉は一貫門のうち200文はお前のおかげと言って岩太郎に渡した。その後重次郎は茶屋の鶴松のところへ、一貫門に利息だと言って20文を添えて返しに来た。以上の吟味の結果は、訴え出た重次郎にも幾分の非はあるようである。なお長崎市中の関係者も取り調べなければはっきりしない節も残っている。どうしたものだろうかと立ち会いの諫早の聞き役に相談すると、これを奉行所まで出すとなると、かれこれ面倒なことになる恐れもある。ただこの頃、氷見峠付近に悪党どもが根を張り、通行の商人たちが困っているのは事実のようだから、代官の方でその取り締まりを厳重にしてもらうようにし、この一件については、取り上げられた荷と銭とを重次郎に返してやる程度で、代官の限りで納めておいてはどうかという意見だった。聞き役の意見のように、代官支配下のものだけを手限りで処分する方法もあるが、それでは片手落ちになる。現にうちうち調べてみると、種次郎は行方不明だが、亀吉は八幡町に居住している。代官支配下の者だけが処罰されて、同類は市中にいるために放置されるようでは不公平も甚だしい。しかも代官留守中の事件だから、やはりそのままにはしておけず、手付けの名で奉行所へ前後策を伺うことにした。これは天保3年の上。トルコ人金振りの一件。文久4年正月16日の夕刻、果物や酒などを小売りしている家の郷の達重の店先へ、出島居留の外人たちが120〜130人もぞろぞろ通りかかった。そのうち鉄砲を持った者が数人連れ立って店に入り込み、酒やみかんや銭など手当たり次第さらって出ていった。達重はたった一人でどう防ぎようもなかった。通りかかった者が同情して、岩屋口の方にこの連中の頭らしい男が馬に乗っているから事情を訴えてこいと勧めた。達重が行ってみると、さっき乱暴した連中がずらりと並び、その先頭に士官らしい男が馬に乗っていた。達重は懸命に手真似で事情を訴えた。相手も事情を察したらしく、達重の店によって荒らされた跡を調べ、明日相談するから通詞を連れて出島まで来いと言って立ち去った。金振りというトルコの士官だった。達重は
通事の末永七十郎に頼んで同伴してもらい、翌日出島に出かけた。金振りの話し方は前日とすっかり違っていた。昨日買い物に出かけることを許したのは20〜30人くらいのもので、100〜20〜30人も通りかかったというのは解せない。その20〜30人も調べてみると、乱暴を働いた者は一人もいないという返事だった。達順が激しく抗議すると、それではもう一度明日18日に来いということだった。あいにく通事の都合がつかず、翌日は達順が一人で出かけると、金振りは本線に出かけて留守で、いつ帰るかわからないというような曖昧な返事しか得られなかった。達順はこれ以上は自分の力ではどうにもならないと諦めて代官所に訴え出た。代官も達順の言い分を汲んで奉行所に連絡した。奉行所から交渉の結果、相手はプロシア軍艦乗組のものと判明した。何分大勢のことで誰がどうしたまでは突き止めることはできなかった。しかし艦長も領事も乱暴を働いたことは認め、お詫びとして金10両を出し、今後は再びそんなことがないように注意しておきたいと下手に出たので、奉行の方でもそれ以上は追及しないことにした。達従もそれだけの金子をもらえば文句はないということで、この一件は落着した。今回のお話、氷見峠が舞台なものもあって、私にはちょっとワクワクしたストーリーでした。近くなんですよね、私が住んでいるところから。そして達順さん好きですよね。よく泣き寝入りしませんでした、お見事っていう、翌日また来いって言われて、通事 の都合がつかなくても一人で出かけて行っても、身振り手振りで達順さんやったんだろうなと思うと、腕にも自信があったんでしょうかね。いや、達順さんあっぱれでした。よかった。皆様にはどのように届いたでしょうか。このポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております。本文中差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん、長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いましたが、原作の遮断な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしております。またこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs@e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。なお、長崎文献社は貴重な長崎ものの書物を数多く出版されております。そこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしました。もちろん長崎文献社サイトでも購入することができます。詳しくは両社のホームページで。次回までしばらくの間さようなら。歌の種でありたい歌種の山田睦美でした。